満点灯これななら学校に通わなくてもいいよね仕事の方はシルフィーと相談して決めてくれやったノルンの方はというと今一つの成績だったノルンはどこの学科に入りたい何かやりたいことを探すのはどうだろう私寮で暮らしてみたい寮暮らし仲の悪い愛者や嫌いな俺と毎日一緒にいるよりは分かったじゃあノルンは寮で暮らすといい するのは私のお母さんがかかかけだからですか私が半分お兄ちゃんと血がつながっていないから俺はリーリアさんを「メかけだなんて言葉で言っても分からないかもしれないが2人のためを思って判断したつもりだ